はい、今回はですね、マネタイズについて少し語ろうと思います。まあ、マネタイズっていうのは、まあ、英語で収益化という意味ですよね。まあ、収益化というか、こう、なんだろう、そのままの通りお金に換算すること、ビジネスとしてそれが成り立つこと、自分のやっている商売とも、言えるんですけども、これがですね、実際、できている方っていうのが、非常に少ないと思います。僕もですね、最近これができるように YouTube でなったので、を偉そうに言える立場ではないんですけども、ただこれをずっとですね、目指してやってきたっていうのもあります。っていうのは、やはり音楽でこうよく食っていくみたいな、そういうお話をする人が多いと思うんですけど、なかなかこう夢半ばにしてできないと。で、これは以前、メンバー限定のライブ配信でも、語ったんですけども、バンドがなぜ自分で食えないのか、売れない芸人とかですね、よくいますけども、なぜそれができないのかっていうと、このマネタイズをするっていうことに非常に、なんだろう、無知であるというか、そこの意識がない、もしくは知らないっていうこと、やはりですね、ビジネスとして考えなければそこにお金というのは投資されないので、顧客としてどのようにやるのか。例えばミュージシャンだとしたら、こういい曲を書いて、まあ、単純に思いつくのはいい曲を書けば売れるだとか、ライブをいっぱいすれば人が、定期的にずっとライブをしていればいつか人が来る、有名になる、そして有名になればお金が入ってくる、人も集まるみたいな、こう単純な発想で考える方が多いと思うんですけど、そもそもいい曲っていうのはまず何かっていうこと、世間一般的に言われているいい曲っていうのはそもそも何かっていうことに、まず深く考えてほしいと思うんですけども、まあ、ある研究ではですね、メジャーになってたくさんの人に聞かれたから、いい曲、それがいい曲だと判断される、つまり多数決で大多数の人数を取ってしまったがゆえにそれがいい曲だと言われてしまったのか、それともいい曲だから多数に好かれたのか、これがすごく曖昧な話だと思うんですね。実は前者が可能性が高いんではないかと。いい曲だと皆さんが判断しているのは大多数がそれを取ったから、なのでこう誰にも知られていないものがいいか悪いかっていうのはこう判断できないと。 2,3 人しか聞かれていない、例えば Spotify とか YouTube で 2,3 人視聴回数が数十回みたいな、いい曲かどうかっていうのは、だってこれはダメな曲でしょ、だって誰も聴いてないじゃんっていう感じでおそらく囚われると思うんですよね。ただそれが本当に正しいのかどうかっていうのは、非常に疑問があるという研究結果も分かっています。なのでこうマネタイズをするっていうのと、このいい曲か悪い曲かみたいな、この話っていうのは全く別物。つまりいい曲を書けば売れるっていうのは非常に幻想的な妄想であるということがわかります。で、某ですね、マイケル・ジャクソンのレコーディングをしていたエンジニアも言ってるんですけど、ミュージックビジネスという、カテゴリーがありまして、それをですね、実際、アメリカのユニバーシティ、大学では勉強をするんですね。で、こういったもの、こう、ミュージックとビジネスを掛け合わせる。つまり、もう売れないミュージシャンって売れない芸人でもですね、こう芸術とアートとビジネスを掛け合わせる。つまり、マネタイズするってことですよね。これがですね、実際できていないと、やはり音楽で食うっていうことはできないっていうことなんですね。で、みんな音楽目指すんだとか、歌手目指す、お笑い芸人目指すんだみたいな、まあ、画家になる、アートを作るみたいな、そういったことっておそらく子供の頃夢見がちだと思うんですけども、そういう時大体の親御さんって反対しませんか？もしくは周りの大人、そんなんで食っていけるのか、そんなんでやっていけるのか。これはやはりですね、こう安定した収入がないってことが一番の前提にあるわけですよね。なぜそこを説得できないのかっていうと、やはりですね、皆さんこのマネタイズを完全に無視しているから、今もしですね、まあ、この年になって、まあ、10代の頃夢見ていたあのバンドでデビューして、
大金持ちになってワールドツアーするんだみたいな、そういう夢物語を語る人もたまにいらっしゃいますけども、まあ、本当それってもう数パーセントの、わずかな宝くじで1億円2億円当たるかみたいな、そんな話でもですね、実はこのマネタイズするっていうのもそれに近い本当数パーセントの人しかできないんですけども、ただ可能性としてはその宝くじで当たるよりも非常に高い。なぜならこれって少し起業と似ているからなんですよね。このマネタイズするっていうのは、少しこう勉強をして、いろんな知識を手に入れてこうビジネスと掛け合わせるみたいな、ことをすれば可能性がぐんと高まるからなんですよね。なのでそこをですね、徹底的にこう勉強して戦略化して、どのようにこうステップアップしていくかみたいな、そういったことをですね、理論的に考えていけば、おそらくですね、こう何も考えずに、いや、ほら東京さ行くだ、東京さ出て銭っこ貯めてみたいな、そういう本当なんだろう、誰もが見がちなですね、アメリカンドリームみたいな、そういった本当夢物語。でもそれって本当わずかな宝くじ2億円当たるかみたいな数パーセントしかいないっていうことを、現実をですね見なくても、済むんじゃないかということですね。なので皆さんもですね、もし何かこう挑戦している方がいらっしゃれば、このマネタイズっていう言葉、そしてそのために何をすべきかっていうことをもう少しですね、フォーカスしてほしいと思います。という感じで、また次回お会いしましょう。